今回あの僕からのお助け願い、安本くんと一緒にこちら あのパララボ放送局っていうのをね、そのウェブラジオの中でね、うん、絵を出しようんですよ。ほう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 。音声だけじゃなくて、はい、何かしらの絵をずっと出し続けてるってこと、はい、例えば、うん、あの小野坂です、じゃ小野坂さん似顔絵描いたりとか、そう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 、で 何役安本です、うんうん、安本くん似顔絵描いてね、ところがですよ、はい、その絵が、はい、うん、遠いんです、遠いんです、遠いんです。まずあの普通のバージョン、はい、これどうですか、これお前超似てる、本当ですね、これうちのマネージャー折れてるらしい感じです、はい、はい、ということで、はい、これ、ね、できました、はい、絵が揃いましたので、あとは撮影の方、はい、あとはお願いします、はい、あのお二人にね撮影していただくということで、はい、撮影の準備ができました、はいって何なんですか、いや撮影の準備やっとね、これ何がですか、何がですか、これ何がですか、お前から俺見えてるかどうかわかんねえけど、いや見えて、小野坂さん、小西さん、俺はいいよ、はい、俺はいい、はい、最悪、はい、小西くんのは被り物やめてくれるご想像通り ね入らなかった小西さんね、なんかねピンってなっちゃってるんですよ、なんかキッチキチだもんな、キッチキチですもんね、今宵はどういったものをお勧めしましょうかそしてなんか悪い方のシェフみたいになってる、ね、黒シェフ人、黒シェフ人今から撮影しますので、撮影どういうこと、お二人にね、はい、これ書いていただいたじゃないですか、書きました、ね、頑張りましたよ、これ、うん、はい、これを今からこちらにカメラがありますね、ありますので、はいはいはい、このカメラの前にこう、うん、こう順番にこう、それはお前らが12345678910次1234ってやるんだろうがよ、俺テレビ局勤めてたんだからわかんだぞそれぐらい、いやだから違うんですよ、もうそういう予算とかもないっす、編集スタジオとかも借りられませんし、いやいや、だからこれでここにいる人が、あの人たちがやればいいでしょうによ、あの人、あなたがこれこうやってやればいいじゃないですか、じゃあそれはだからそれを僕らがやってしまうとね、僕らがパララボを作ることになっちゃうじゃないですか、いや俺十分やったよ、その予算もらってないですもん、だって僕何枚書いたと思っているんですか、お前だからお二人に今回はお前2時間撮ってお前3枚しか台本書いてる、だから今日はお二人がお助けなわけでしょ、だからお二人がパララボをお助けするっていうことで、今から撮影をしてもらいます、わかりました、もうそこは引かないんですね、はい、お願いします、それともう一つこれ重要なことなんですけども、はい、うん、これ一応お助けの収録ではありますけども、パララボの方にお二人の出演ギャラは発生しませんので、はい、特に大阪さんはまあ出てるから最悪いいですけど、うん、小西さん、うん、全くこうパララボとは関係ないので、うん、はい、これ出ちゃうとこれケンプロから請求が来ちゃいますので、いやいやちょっと待ってくださいね、見えてますよねいや大丈夫です、今はギリギリ大丈夫です、誰かなって感じ、この時顔見えてますよね、こういう場合はいいんですか、これはギリギリ見えてない、これはモザイク的なもんですか、じゃあこれはいいのね、これ見えてないですもん、リスナーもつこれ見えてない、真っ黒ってことでいいの、はい、気がつかないです、わかりました、わかりました、だからこれもう小西さんの顔とか出ちゃうと、はい、じゃあ顔を出さないようにして、そうです、これめくっちゃダメってことですね、ダメだ、あパララボにパララボになっちゃいます、わかりました、はい、じゃあ気をつけます、そうなんです、で、はい、今から、これを順番に出してもらうんですけども、一個一個、うん、出していくだけだったら、うん、ちょっと尺が持たないので、うん、どういうことなんですか、いやだからせっかくお助けが、ね、うん、このオープニング、そのパララボのオープニングを、うん、飾るっていうわけですから、うん、それ退屈させてもしょうがないじゃないですか、やっぱお助けやったらこれぐらい面白いってことは、面白く撮影するってことですね、はいはい、そうですそうです、だからこの今描いていただいた絵以外にも、うん、他にもいっぱい、こちらで用意しましたので、うん、それをやってもらいつつ、うん、どういうこと、あ、じゃあ一個一個言っていきますね、これ出すだけでいいんですよね、僕ら出すだけなんですけども、出すだけだったらちょっとやっぱりつまんないんですよ、プロデューサー側から OK が出ないんです、
それだとつまんないってことで、はいはい、ですからちょっとお二人のちょっと他にもう手伝ってもらうことがあるので、うんうん、ちょっとそれを紹介していきますね、はい、あの順番に、はい、あと、はい、まあ、これはまあそんな大事なことじゃないですけども、はい、あの一発撮りでお願いします、ね、大事何ですかあの編集するお金とかもないんですよ一発撮りって何どういうことだから今から約このオープニングパララボの公開部のオープニング11分ちょいあるんですけども全部一発で回していきますのであじゃあ、もし生放送みたいになっちゃうそうですそうです、はいはい、もしミスったら初めからやります、うん、なんでなんでですかなんでですか必要ないでしょ何がですかそっからもう一回やり直せばいいじゃないですか違うやんゆるくやればいいだからそれを繋がなきゃなんないじゃないですか今度失敗したらいやいやいや遅れてもいいじゃん別に映画遅れてもそしたらそのタイムを合わせる人が必要になってくるでしょその予算いただいてないですから僕らいや2人がやってるんだから失敗とかないでしょ失敗してこれ出してみたいなだからないと思いますけど一応言ってきますねこれリアルタイムでやってきますからね全部はい今からカラオケでその昔のアフレコか昔のアフレコ時代を思い出してくださいじゃあすげえデビューの頃をお前俺がどんだけ痛い目見てるか教えてやろうかお前ワンロール丸々やり直しますからだから俺がどんな目にやったか教えてやろうか番外編でそれはパララボで喋ってくださいこの番組にその怖いやつ乗っけないくていいですんで今からパララボのオープニングの、はい音を僕が再生しますあはいはい、11分のやつを、はいではい、それに合わせて今から、うん、これを一個一個出していただくとじゃあ割と緩いよねまあそうですそうです、うん、これ大丈夫ですね大丈夫ですでまずね、0分00秒これ、うん、安本さんの顔から始まりますのでこれがスタート顔、はい、これも出しとくですね、うん、これね、はい、これ何分ぐらい出せばいいのこれが、出してるとこの安本さんが喋り終わって今度17秒に、うん、0分17秒に今度小野坂さんが喋る、うん、それまで出しっぱなし、まあ、出しておいてください、はい、でそんな細かくやるんですか次は小野坂さんそうでしょ17秒って17秒に小野坂さんの顔を出すよ5秒刻みぐらいでいいでしょで今度すると、うん20秒に、うんおっぱいって言います安本さんが、はいはいね、すぐですねじゃあはいおっぱいです、はいでこのあとですね、うん52秒、はい0分52秒に小野坂さんが、うん、このお肉おいしいって言うんですよ、はい、お肉の絵書いてないですよそうなんですお肉おいしいって言って、うんその後に、1分3秒のところに、うん、ニンニク食べなきゃって言うんですよね、うん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 、でその後に1分6秒でキムチ食べなきゃって言うんですよ、うんうんうん、なのでこちらに、ご用意させていただきましたので冷え冷えこれを食べてください冷え冷えお肉食べ終わってくださいしかもこれあれでしょあの塩カルビ弁当の上んとこでしょみたいなやつちょっとキャベツついてるよだってあのですねうわ先ほどちょっとスタッフが試食したんですけども、うん、カッタカタです冷え冷えのカッタカタですチンぐらいしてくれてもいいんじゃないのだってちょっとそういう機構はそういう予算をいただいてないのでこれをどちらか分担ですからどちらかが食べる、うん、いやいやもう小野坂さんいやいや小野坂食べるといえばいや食べるといえば小野坂さんですよでその間にですね、はい、お肉とニンニクの間に、うん、SE で、うん言っちゃいけないことを言ってるんで、うん、これを SE で、ね、はい、隠す時の猫、うん、にゃーあこれですね猫にゃー、はい、にゃーなんですけどこれ、うん、SE も必要なので絵はこれでいいんですけども SE をここにマイクを別で用意してますので、はいはい、このマイクに向かってニャーと、うん、こう言ってくださいニャーニャーって言えばいいのそうですそうですこのマイクに向かって言ってくださいね、はい、で猫耳用意してますんで映っちゃダメなんでしょ何ですかいやだから映っちゃダメですよだから気分的なもんですちゃんと猫の気持ちになって言わないとこれ SE ねですから SE だよ ね, ねこれ小野坂さんかなって思われたら困るでしょこれ被ることによってあ猫なんだって分かります見えてないんでしょ気持ち気持ちです心が入りますからまあでもそれはいいとしても僕被れますからじゃあそこは小野坂さん担当一つの問題分かりましたそこは小野坂さん担当ああいいですねかぶるああいけますいけます小野さんもいけますはいそれをつけてくださいずっと被ってよはい、はいうん、で、この後に、1分23秒、うん、チャイムチャイム、はいキーンコンカンコンというチャイム、はいはいはいうん、これも SE で
お願いします、ね、キンコンカン。そうですそうです、キンコンカン。そういけるいける。でその後に、3秒後 BGM がインしますので、はい、あのパララボの方に、はい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 、これ、BGM お願いします。歌ってください、何らかのことを。パララボってどんな歌だっけ。分かんないですけども、権利じゃないやつだったら何でもいいです。パララボの歌でいいですよ。はい。パララボの、これはもう野坂さんがやってる番組だから、僕そうですね、ちょっと分かんないですよね、 BGM とか分かんないから、パララボの歌をお願いします。ちょっと野坂さんにやってもらわないと、はい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 、いつものね、パララボので、そうすると今度1分44秒、野坂さんの挨拶があるんで、さっきの絵ですね。あ、なるほどね、はい、あ、これ、これキャラクターの紹介ですね。はい、そうですね、で、1分50秒に安本さんの絵が、はいはい、はい、これですね、はい、そうです、はいはいはい、これが入ります。あ、ごめんなさい、その前にタイトルコールもありますね。タイトルコールが、はい、タイトルコール、はい、チャイムの後、ね、タイトルコールと BGM があります、はいはいはい、で、その後1分間、うんうん、休憩です。おいや、ここテロップいらないので、ね、はいはい、休んでていいですか。休んでていいので、こちらにあの、はい、休憩所用意しましたので、そちらにもありますけども、はい、あの休憩しててください。わかりました。はい、あの、え、食べる時間あんの。いや、まあ、その辺はお任せしますけども、食べててもいいです。で、今度、2分48秒、はい、これ、お待ちかね、はい、ボーダ ー, ボ ー, ダー、はい、そして2分56秒ギンガムチェック、はい、ギンガムチェック、はい、そして2分57秒千鳥格子、千鳥格子、はいはいはい、その後2分59秒ギンガムチェック、3分ギンガムチェック、3分1秒ギンガムチェック、3分2秒ギンガムチェック、3分4秒ギンガムチェック、3分7秒ギンガムチェック、3分8秒ギンガムチェック。出しっぱなしでいいだろ。これをこうお願いします。なんで、なんて何回も言うんですもん。だって安本さんと小野さんがこうやっとけばいいじゃん。だからそれは言った時と言わない時に、もう1枚しか書かないから。そうですよ、いっぱい書いてくれれば。これ千鳥格子だったら順番に出すからね。シャッってできましたけど、もうギンガムチェックお願いします、ね、わかりました。で、この後、うん、結構お休みなんです。あ、この後、3分8秒にギンガムチェック出した後に、これバナナとか食べる時間が、あ、なるほど、時間ができて7分までないんですけども、うん、ただ、うん、あのこの間なんですけども、うん、ギンガムチェック出した後の7分までのこの4分間の間なんですけども、うん、はい、これ大事な話してるんです、うん、実はパララボの方、はいはい、あの公開録音の発表をしてるんですね、小西君の。そうなんです、はいはいはい、だからここでリスナーに飽きられたらもうダメなわけですよ、はい、そうですね、ここはリスナーの目と耳をこう引きつけておかなきゃならない、うんうん、ということでダンスです、はい、え。お二人にダンスって何、リスナーのこう目を、パララボ関係ねえじゃん、もうダンスとかよ、告知情報出せばいいじゃん、文字情報。いや、だからそれをちゃんと耳で知ってもらうためにね、飽きられたら困りますから、お二人ダンス、気が散るだろ。ダンス。そんなことないです、お二人の、ね、情報耳に入ってこないですよね。いやいや、お二人のダンスがもう一番こう必要だというふうにプロデューサーからも言われてますし、お前だろ考えたのダンス。違う違う、もうプロデューサーからもう直々にメールが来てましたから、8時に朝の。だからお願いしますね、はい、で、その後6分59秒、ヤングのところのマネージャーが品川、うん、はいはいはい、先ほどのこの絵ですね、はい、で、7分13秒にクッション、うん、クッション、はいはい、うん、そして、8分45秒、ここドラムロールがあります。これはもう発表があります、はい、ゲストが小西さんだという発表があります。で、ドラムロールなんで、ドラムロールをこうやっていただきたいんですけども、はい、ちょっとあのドラムを用意できなかったので、あのただもう、ま、ほとんどドラムです。どういうこと、ま、カンカン。その1秒後、うん、その1秒後、うん、小西さんの絵です、発表です。あ、そうですね、はい、それを出してください、はい、うん、そして、はい、これ最後です、サムライ先生という話をします。あ、はい、野坂さんが小西さんの役、どんな役にしようか、なるほど、先生役でサムライ先生がいいと、うんうんうん、いいんじゃないかということで、あのそちらにあの剣を、はい、日本刀を用意しました、ね、サムライね、はいはいはい、これでちょっとサムライを、うん、ちょっと演じていただいて、あ、僕が、はい、で、終わりがあと1分後ぐらいにあるんですけども、うん、そこまでちょっとチャンバラやって、なんで最後引きつけたいじゃないですか、これでチャンバラで引きつけられる、これで引きつけられます、だいたいパララボを見てる方は、チャンバもう1個あるの、じゃあないっす、いや、切られてください、ずっと永遠と、それチャンバラって言わないでしょ。永遠と切られてください、これチャンチャンバラバラっていう音するからチャンバラでしょ。じゃあズギャンです、ズギャン、ズギャンです。じゃあズギャンをやる、ズギャンをやればいい、今回ズギャンをやる、ズギャン、分かりました、分かりました、はい、分かりました、本当失敗したら止めますからね、リハーサルぐらいね、うん、ちょっと順番、いやいや、もうそれも時間がないので、誰が何食べる的な、もう取るの、
じゃあ行きますよ。ちょっと休憩して待てよお前。じゃあ行きますよ。頭安本さんの顔から始まりますよ。うわこの肉美味しいねから行きますよ。よーいスタート。あ、そうか、そっちか。どうしたんですか校長。さあ、皆さん、安本さんの顔ですよ。ありがとうございます本日もまず最初に学園長からの言葉がありますので、はい、しっかりと聞くように。それでは学園長よろしくお願いします。はい、はい、皆さんおはようございます。おっぱい、おっぱいです、おっぱいです。私から皆さん、はい、はい、ダメ。おっぱいが遅れました。お前のおっぱいが遅れました。おっぱい遅れました。おっぱいが遅れました。指示だよ今の。おっぱいがだ出てますもん、あそこに。うわ最悪。お願いしますよ。指示だろ今の。安本くんどこ行った。安本くん、もう指示、お前の指示だろうがよ。おい、よーいスタート。ま、そうか、そっちか。どうしたんですか校長。これ安本さんです。皆さんおはようございます。おはようございます本日もまず最初に学園長からの言葉がありますので、しっかりと聞くように。それでは学園長よろしくお願いします。はい、皆さん、あ、おっぱいです。おはようございます。おっぱい、おっぱい。あー、まあ、いいでしょ。私から皆さんに一つだけ言っておきたいことがあります。お肉来てますよ、お肉。52秒にお肉来ますよ、ね、あと20秒です。お肉まで20秒です、ね、言うとね、まあそろそろあれ付き合いましょうかみたいなことになるみたいな意見もねありますけども、1対1でってことね。え、2人っきりで焼肉屋に行くっつって、それオッケーしてもらった時点でもうその晩にできると思っています男は。それなぜかというと、まだですよ。うわこのお肉美味しい、お肉美味しい、生レバーが好きなんつうと、もうなるほど、口に入れることしか考えてない。次ニンニクいきますよ。ニンニク、あれ、おね、おい、何ですか。ニンニク来る言うたやんけ今。ニンニクは来ますよ。猫は来ますよ。猫は何ですか。ニンニクは来ますよ。ニンニク言ってます。完全にお前だろ今の。違いますよ。最悪だ。猫が入りますけどニンニクは来ますよ。これ来た、これはひどいな、これこれはダメですね。もう一回行きますよ。うわひどいな今の。ちょっと肉、肉なくなっちゃったんで肉もう一回行く。はい、肉これはひどいな、これはひどいな。カメラに…何か、あ、何、猫も言ってほしいってことですか。あ、全部全部全部、猫も言って。もう今のうちに言っときますけど、全部言って結局さ、お前の間違いなんだよ、今まで。違いますよ。あ、わかりました。じゃあ、あそこ出てますからね。そこっちも見てくださいね、ちゃんとね。じゃあ行きますよ、もう。ちょっと待って、これ文句ばっかですね。それなぜかというと、女の子って、うわこのお肉美味しい、はい、お肉です、生レバーが好きなんつうと、もう次猫ですよ、猫。口に入れることしか考えてません、ね、肉をね。なんでよ、ニャーを言ってない。ニンニクとか食べなきゃ。はい、ニンニク食べなきゃ。次キムチです。キムチとか食べなきゃ。はい、キムチ。次チャイムですよ。あと20秒後チャイム来ますよ。すぐに男の子は思っちゃいますので、焼肉に誘われて OK と言った時点でもう必ずやってください。お願いします。はい、チャイム来ます。キーン、はい、そうです。はい、その後タイトルコールですよ。タイトルが出ますよ。キーン、コーン、コーン、コーン。そうです、タイトル来てその後 BGM が出ます。パラダボ放送局。パッ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 パラダボ。な、なに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 、なモノワさん、ずっと顔が出てます。だから、物を食べてるから仕方ないだろ。